人間は頻繁に考え事をし、心ここにあらずという状況で雑念にとらわれていることも多いものです。そして考え事をすればするほど頭は疲れてしまいます。頭に考えが浮かぶのは人間として至って普通のことです。大切なのは考え事をしている自分に気づき、それらにコントロールされる前に手放すことです。そうすることで頭はすっきりとし、少しずつ疲れが取れていくのを感じることができます。今日は考え事を手放し、今この瞬間に自分の意識を戻していく瞑想を行います。それではリラックスできる姿勢で座りましょう。横になっても構いません。まずは今肺に残っている空気をすべて出し切るイメージでふーっと息を吐いていきます。次に鼻から5秒間かけて新鮮な空気をたっぷり吸います。上半身が空気で満たされていくのを感じ、口から7秒間かけてその空気を出し切ります。息を吐き終わるその一瞬、落ち着きと静けさを感じます。繰り返し、今度はさっきよりも深く息を吸います。胸やお腹が膨らんでいく感覚、吸い切ったところで少し息を止め、この一瞬を感じます。口からゆっくりと息を吐くとき、上半身がへこんでいき、体がリラックスしていく感覚を味わいます。これを自分のペースで繰り返します。それでは少しずつ自然な呼吸に戻していきましょう。これから頭に浮かぶ考え事をすべて色のついた風船としてイメージしてみます。風船には糸がついていて、今あなたはすべての糸を手に握っています。どんな考えがどんな色に見えるでしょうか。この風船の一つ一つは考え事です。それ以上でもそれ以下でもありません。現実であるかもしれませんし、推測に過ぎないものかもしれません。過去実際に起こった出来事や、まだ現実にはなっていない未来の予測かもしれません。誰かに言われたこと、これからやらなくてはいけないこと、嫌なこと、嬉しいこと、すべて頭の中の考え事、風船です。この風船を一つ一つ空に向かって解き放つことにします。カラフルな風船たちは空気よりも軽く、手から離すとふわふわと浮かび、空の彼方へと
登っていきます。大きな深呼吸をして、吐く息で今自分がいる空間に意識を向けます。鼻から吸う空気の温度、椅子やベッドなどと自分の体の接触部分の感触、音や明るさ。あなたは今日、この瞬間、ここに存在しています。これはただの頭の中の考え事とは違い、真実です。呼吸を見つめて、自分の軸を感じ、リラックスする。このシンプルな感覚を味わいます。頭の中の考え事を一度手放し、自分の呼吸を見つめ、今この瞬間、自分がここにいることに改めて意識を向けると、少しずつ心が軽くなり、頭がすっきりとしていきます。最初は数秒、数分の効果かもしれません。それでも定期的にこうした時間を意識して作ると、だんだんと心をゆったり落ち着かせる習慣がつくようになります。こんな風に自分と自分の心を大切にする時間を毎日少しずつ積み重ねていきましょう。このひとときに感謝して終わりたいと思います。